番。信じられないことに天気予報にはなかった激しい雨が降りました。おかげで今日は朝一から稲刈り行こうかと思ったんですけど、稲が濡れています。どうしようかな。昨日使った467、やっぱり小木戸の中は泥が結構詰まってます。まあ、今日乾いた稲刈ればきれいになるはずです。チャンネル登録1万人に皆さんお祝いコメントありがとうございました。今日も稲刈りをするんですが、実は昨日、あ、今日か、今日の未明に激しい雨が降って、一旦稲が濡れてしまいました。そこで、出動30分ほど遅らせてきましたが、たっぷり降ったのでまた今日も微妙に田んぼ柔らかいかと思いますが、頑張って稲刈りしたいと思います。イエーイ。今日も逆狩りしない作戦の方が良かったかな。結構想像以上に柔らかかった。隣の田んぼは、逆狩りしない作戦でいきます。あと今日10時から雨予報が出てますけど、ほんまに降るんか、一体どうなってんのよ。向こうの方でER467 も稲刈りしてます。今日は2台体制でちょっとスタート遅れましたが、乾燥機4台いっぱいにしたいと思います。イエイ。さすが賢明な判断やな。結構濡れてるよな。ちょっと草多いんで詰まってしまいました。シーパー上がったっけ。シーパー上がるから、あのあんまり上がらないようにちょっとゆっくり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 けど、まあ今見る見る。一難去ってまた一難。はい、やれ。なんか平等満足。
っと開けて。よいしょ。おー、綺麗だった。うん。なんとか大丈夫やな。はい。パラダイス稲刈りのはずでしたが、朝から草が詰まったり、いろいろやってますけど、もう周り中コンバインだらけになっています。これまで雨で枯れなかったんでしょうね、みんな必死になって枯れ始めております。皆さん気をつけて頑張りましょう。イエイ。さっきからちょっとカッターの具合がおよろしくないので、見てみたら、やっぱり歯が折れてます。ちょっとどっかで引っ掛けたね、さっき。本当や、まあとりあえず刈り続けます。午前中朝から雨降って湿度が遅れるわ、草はあるわ。そしてちょっと地面を買ってしまってたら、カッターの刃が一本折れてます。処分、パラダイスタウェイの刃だったんですけど、午後からちょっとペースを上げます。イエイ。
今日の朝一で地面を刈ってしまった時におそらく石を挟んだんだと思いますが、歯が一本折れてしまって、今から撤収して歯の交換をします。はい、470がカッターの交換なので、467に乗り換えます。パラダイス稲刈りのはずでしたが、朝方の雨、そしてちょっと、草が詰まったり地面を刈ったりしてカッターの刃を折ってしまったりとか大変でしたが、また明日の午後にはまた雨マークがまた出てきてますので、明日午前中勝負で頑張ります。イエイ。どれやったっけ、折れたんか、これか、キコ、はいはいはい。で、一本変えるんじゃなくて、これはいつも の, あの予備のやつやね。常にスペアで置いたらいいな。あ、これリビルド済み。リビルドは黒いんや、歯が。いや、新しいだ。あ、塗装したのや、最初は。新しいだ。へぇ、はい。で、それがこれは予備。これを、このリベットで打ち込む。カンカンと叩くわけや。出て。なるほど、ほど。ね、1枚ずつ交換できれば安いもんな。はい、じゃあ取り付けて、はい、交換してくれ。いいよ。はい、これ、はい、ハードの交換です。はい、どうぞ。そこにはめて、はい、でクッと刃を回す。はい、回して、こっちの方が取るの。はい、
無事カッターの刃の交換ができました。これで明日心置きなく稲刈りができます。イエーイ。